ヘイノスレス、楽ビジで成功事例としてですね、あのネイティブアプリ のコア部分を作るという話があってですね、まあ、あの最初のゲームとして面白いかどうかという表あの判断をするというところでもやっているんですけれども、まあ、これが無事に終わりまして、あの本制作の方に入ったというお話をいただいております。まあ、本当にあのちょっとですね、最初そこだけで終わっちゃうと本当になんだろう、多分30-40万ぐらいの話になっちゃうんですけど、まあ、今回ちょっとそこもちゃんと続いてあの実際制作に入るという形になったのでよかったなと思います。まあ、そういったあのいいお仕事をされる会社さんはどんどんあの仕事を振っていきたいなと思いますし、あのそういった困ってる会社さんがありましたらどんどんあの助けてあのお手伝いしていきたいなと思っておりますので、まあ、これからも何かお困りの会社さんがありましたらぜひ気軽にご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。では。